かぶせてもらわないと。タイトル通りカバーですね。いやでもなんかでもなんかその気持ちもわかります。やっぱりこのカバーで。そして、はい、原曲は自分で再生していただきながら、うん、びっくりしますでしょうね、これ原曲を。でもこのウォンテッドはね、うん、1977年、まあ、作詞アクリルさん、作曲徳田新一さんで、ピンクレディ5枚目のシングル、レコード大賞大衆賞を受賞して、12週連続でセルフチャート1位。すごい。みんながピンクレディを踊ってた。リリー・フランキーさん、こんにちは。そして水原希子さん、はじめまして。私は宮本です。そしてあそうか、カバーズ三昧をお聴きの皆さん、非常にこう明快な